出席取ります。増えた今、世間ではアナログなカードゲームが大ブーム。人気 YouTuber たちもいろんなカードゲームで盛り上がっているんだ。そこで今回は中でも人気のカードゲームで実際に遊んでみよう。それがたった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。後輩オハガール4人組やリーダー美咲に生プロポーズするよ。ルールは簡単。さまざまな言葉が書かれたカードを組み合わせてプロポーズの言葉を作り告白するだけ。今回は告白相手の美咲に一番気に入られた人が優勝だ。さあ今回は番組特別ルールで一発勝負でお届けするぜ。じゃあ試しに一つ作ってみようと思います。さあオリジナルルールでは基本カード6枚とこちらの単語カード6枚を組み合わせてプロポーズの文章を10秒以内に作るんだ。それじゃあマイティが考えたやつ聞かせよう。僕は我慢できないんだ。君をスーパー超愛してる。結婚しよう。ちょっと気持ち悪いって。マイティよかったぞ。マイティよかったぞ。ちょっとキモいね。さあ最初はみさきと終わりだか。じゃあ早速やってみましょう。いくよ、よーいスタート。この番組はショープロとご覧のスポンサーの提供でお送りします。もうすぐ入学式、おめでとうの気持ちを込めて作りました CM メーカー。みんなの CM を大募集。ピッカピッカの1年生4月号発売中。幼稚園4月号の付録はおうちで1番くじ発行。本物のくじ券66枚付き。おうちでくじが引き放題。なんと商品は映画ドラえもんくらぞ。幼稚園4月号発売中。キャラパーキー解体図鑑受講。豚の推しは母さんに、前足は姉さんに、あとは春日にあげるの。こ
濃いイチゴ味。キャラパキ解体図鑑チョコ。こっちも。新しいヒーローは魔人。マシーン。新たな力で君も魔人ヒーローに変身。デラックス魔人ウォッチ誕生。最強の力を手に入れろ。それはだってもう、それはたった今かーってプロポーズの言葉を美咲に捧げよう。キラのプロポーズです。行ってみよう。美咲、君は眩しい、僕の夢を受け取ってほしい。君を愛してる。結婚しよう。どう美咲、なんか甘い言葉の羅列がやられました。さあでは続いてランのプロポーズです。どうぞ。君は誰よりも素敵。君のことを激しく思うと、僕はメロメロ。結婚してください。激しく思う、激しく思う、激しく引っかかった、そこ引っかかった。ちょっと気持ち悪いかなと。激しい。意外と美咲厳しいぞ。厳しいっすね。でもすごいかっこよかった言い方が。横でね、マイティがおおマイティには刺さったみたい。あ、そうだ。それでは続いて女神のプロポーズです。どうぞ。はい。君は女神、僕はぽっかり開いた胸、はち切り操作、ホーリンラブ。やられちゃった、ギャップに。本当にギャップにやられちゃった。女神って言われて嬉しかったです。オッケー、やったね。さあ、それじゃあラストはトアのプロポーズです。いってみよう。みさきちゃん、君は僕だけのおじいちゃん。ロマンティックに殺さないか。結婚しよう。おじいちゃんどうですか。あれ、でもこういうちょっとふざけちゃう人大好きなんですよ。お、意外と好感触。いや、難しいこの意外。さあ、この4人の中から1人選んでもらいたいと思うんだけれども。ちょっと待った。何？俺のプロポーズがまだ終わってないぞ。何だ。俺は咲美がオハガールになった最初の子。俺に込めた。ぜひ受け取ってくれ。お前にこれをやろう。これをやるから受け取ってくれ。先いやですよ。受け取ってくれよ。だって1年間着てるんじゃない。俺を履いてくれよ。やだよ。俺の汗の仕事だ。これをの心に一番響いたプロポーズは岩井を除いて誰だったの。岩井よ俺も。なあ、さあ美咲、発表をお願いします。はい、俺だろ。みなみで。あー、ちょっと待って。ちょっと待って。美咲とみなみ、末永くお幸せに。さあ、納得いかないけど。にん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 。続いては忍者だぞ。お疲れ様だ。さあ、今日から月火水と3日間連続忍者だ。まずは東が勝ち進んだ準決勝第1試合。果たして決勝に勝ち残るのは誰だ。大半の準決勝、準決勝マジパネーです。おはスタカップ、おはとも最強忍者だ決定戦。準決勝第1試合、ルールは純粋なバトルロイヤル。4人のうち2名が決勝に進めるぞ。第1試合のメンバーはこちらの4人だ。だから師匠、準決勝どんな戦いになると予想しますか。大城くんはね、前回のあのスバリー日本マスターのチャンピオンであり、で、宗志くんとタクト君がね、もう実力者ということは知ってますので、そこにトワちゃんがどう食い込むかっていうのが見どころになるかなと思います。みんなの意気込みをね、聞いていきたいと思いますので。頑張りたいです。準決勝頑張ります。刀で勝ちます。オッケー。
トアはどうですか？神に勝ちます。やられるもんか。勝ったよ。勝ってこいや。それでは試合開始。開始早々、中心のドローンに3人が固まり、コウシロウ君がトアを KO。 その隙にソウシ君、アクト君はドローンを壊し、ダイブキクラフトを目指す。今どっちが取ったかな、ソウシ君かな。ソウシ君、ダイブキクラフトに成功。そして流れるようにコウシロウ君を一本。ここからダイブキクラフトをした2人の熱いバトルが始まる。タクト君がソウシ君が戦ってる。ソウシ君が1本。ソウシ君がタクト君が1本を取ったかと思えば、ここからちょっと泳げないところですね。タクト君が1本。タクト君も取り返す。さらにタクト君はトアとコウシロウ君をガム忍術でまとめて1本。負けじとソウシ君もトアとコウシロウ君の戦いに横から入り、2人とまとめて1本。さあ、すぐバインドするじゃん。最後はソウシ君がタクト君から1本を取り、試合終了。結果は最後まで暴れ回ったソウシ君が1位。ありがとうございます。2位がタクト君。おめでとう。おめでとう。頑張って。どうだった、ソウシ君。タクト君とコウシロウ君が結構強かったのでびっくりしました。あれ、トアが入ってなくない今。おかしいな、見えてないか。師匠から見たらどうでした？他の人と他の人が戦ってるところにガムシュートを打って2人をまとめてやっつけるってシーンがいっぱいあって、神ならではの戦いです、ね、素晴らしい。明日の準決勝2回戦もお楽しみ。さあ、明日の準決勝第2試合も楽しみだけど、お昼の12時には超最新情報も解禁するぞ。終わったホームページをチェックしとけ。よろしく。いくよ、みんな頑張ろう。よっしゃ、任天堂スイッチ忍者ら。名探偵コナンゼミ。コナンのアニメを楽しみながら謎解きゲームができちゃうよ。体験版で挑戦だ。名探偵コナンゼミ。アニメを見ているとさあ、謎解きの始まりだぜ。面白くてためになる謎解きがいっぱい。体験版で挑戦だ。次回アニメパズドラは、選ばれし3名のプロゲーマーとの戦い、キングオブパズドラ3本勝負が始まった。第1戦の相手は強敵神崎慎。アニメパズドラ神崎慎の挑戦は次の日曜夕方6時から。ひらめきパーティー。おはー、ひらめき王子松丸くんです。月曜日は読み取る力がアップする仲間作りアナグラム。君は限られたヒントから正解を見つけ出せるかな。それでは問題。言葉を並び替えて仲間になる2つの言葉を作ってください。それではいきます。レッツサーティー。この言葉の中にはどんな単語が隠されているかな。ここで分かった。ここは王子級です。まもなく2つの単語の最初の文字を教えます。最初の文字は、は、と、く。声に出して読んでみるとわかるかも。続いて、どんな仲間の単語になるかを教えるよ。出来上がる言葉は、天気の名前。今日の天気は何かな？正解発表です。今回の言葉を並び替えてできる2つの単語は晴れと曇りでした。
明日もとっておきの謎解きを用意してきます。そして謎解き本第5弾が3月12日に登場。みんなも楽しみにしていてね。それでは今日も一日レッツピカッとひらめき。それでは今日のお天気です。大阪と名古屋は午前中、東京は夕方まで雨が降る見込みです。気温は東京では9度までしか上がらず、冬のコートが必要な寒さでしょう。以上お天気でした。ありがとうな。せーの、この後はガルガク、みんなつながってスペシャルパフォーマンス。新企画、初めて見積もりやってみた、うん、お、やります。突然ですね。まあどうぞ。あれ、どうしました？思ったほどというか、安くない。こんなにいります？いや、調整できますよ。そうそうそう、そうそう、これくらいが私にはいい。浮いたお金は何か大切なことに使ってくださいね。まずはスマホで見積もりから。うちの朝はお茶漬け。ささっとお茶漬け。目覚ましつけ長谷。いいぞ。ママ、アーモ春雨食べたいな。いいわね。他に材料はいらないし、簡単で美味しいのよね。はい、はいはいはい。助かるわ。長谷のアーモ春雨。よし。楽しく漢字や計算が楽しめるひらめけ謎解き学習。おはスタで放送された問題はもちろん、特別企画として人気の問題を10問追加。なんと11種類もの謎解きがあるよ。問題数は100問。ヒントを見ないで解けたら大地球だよ。君は何問解けるかな。家族や友達と一緒に楽しもう。ひらめけ謎解き学習5ひらめきパーティー、3月12日発売。せーの、さあみんな一緒にタイトルコールしようぜ。せーの、せいじめ。完璧。30センチの片思い届きそうで届かなくて、こんなに近くにいれるのに掴めなくて、教室で見るたび他の誰より輝いてた。目と目があった時予感していた。君に会えたこのきらめきは奇跡の重なり。それが恋なんて気づけなかった。あと少し30センチの片思い届きそうで届かなくて、こんなに近くにいれるのに掴めなくて、ずっと30センチのはずなのに、なんで君に届かないの。こんなに遠くにいたなんて気づかなくて、ずっと好きでした、君に言えなくて、溢れそうなこの想いは完全無欠。はずなのに掴めなくて。さあ今日披露するセンチメートルは24日登場のガルガクコンプリートベストに収録されてるよ。さあそしてガルガクライブでも特技バージョンパフォーマンス予定だが、みんなぜひチェックしてくれ。さあ今日参加してくれたおはとみんな本当にありがとう。もう3月はもうね、毎日がスペシャルだから、みんな見逃さずに見てくれよな。この番組はショープロとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。一番自分がびっ、はるなちゃんおはよう。Good morning。 英語グーテンモーゲン。ドイツ語フジャンボー。スワヒリ語ハクサンクキー。インターテレビ。時は現代。
すっかりの負けていた七福神たちは、お前たち島流しだ、天界の偉い神様スサノオ様に大目玉。そうして七福神は淡路島に流されてしまいました。さて福禄寺と次郎神はどうしておったかな。もう今日という今日は許さないんだからね福禄寺。それはこっちのセルだっつうの次郎神。お前と来たらこの間恵比寿のプリンをこっそり食べて。お、あ、それオイラのプリン。わしは福禄寿じゃん。恵比寿のプリンを食べたのは福禄寿じゃん。わしにその罪をなすりつけたじゃろう。そういう福禄寿だって。今度の配信ではラッパー福ちゃんのおしゃれなところ見せちゃうぜ。おい、うん、ちょっとそれ私のアクセサリーボックス。わしは寿老人、勝手に触って壊したのは寿老人だよ。ペンちゃんのアクセを壊したのわしのせいになってるんだからね。そもそもわしらのキャラがかぶってるのがダメなんじゃ。お前がわしの真似をするからもっと頭伸ばしてよ。もう十分長いし、お前こそそのヒゲ剃れば、ありえなくない。こんなに可愛いヒゲ剃るわけなくない。そんなに似ているのが嫌なら同じ格好にしてやるぜ。あ、淡路島玉ねぎ T シャツ。お揃いの服なんて最悪。あ、双子コーデだ。双子コーデ、双子みたいにお揃いのコーデするの。うん、二人とも超可愛い。可愛い。でもやっぱ恥ずかしいし。あ、嫌じゃ嫌じゃ、お揃いは嫌じゃ。それなら大サービスじゃき。遊園地で双子コーデは鉄板だよね。夢とはウサギコーデだ。おじいちゃんイブラック、二人とも超可愛い。まさか騙したじゃき。許さん、元に戻してやるじゃき。おほいの、ほい、ふぅ、うわぁ、あぁ、神ポイントが増えた。まったく天のジャックも困ったやつじゃ。スマホ持ってるんだね。 SNS やってる？友達になろうよ。もちろん。イエーイ。